はい、皆さんこんにちは、イニマトリックの池田です。今日はゲスト会となってまして、バナナクリエイターの山真さんをお迎えしております。バナナクリエイター山真香織と申します。いつもお世話になっています。お世話になっております。はい、今日ね、なんで山真さんに来てもらったかというと、たまたまこの間の関西エクステリアフェアでお会いした時に、いつもあのリック TV を見てくださってるってお声掛けいただいた時に、もう寝てくださいよっていう話になってうちがやってるリックけど認定プログラムというプログラムを受験されて合格されたっていうタイミングでもあって、キャドンペさんとして今活躍してる中で、プログラムのことについてもちょっとお伺いできたらなと思って、今日山本さんに登場していただいたんですが、山本さん自体はもうリックけど歴が結構長いっていうふうにおっしゃってたんですけど、計算したら14年目でした、うん、おー、14年なかなか本当長いし、入った会社さんでお使いになられてたってことなんですか？そうですよ、最初建築の会社でリックキャドを使わせていただいてからずっと今まで、その会社さんにおられて、その後自分で独立してキャドオペレーターになろうと思ったんですかね？あのね、その後ね、2回転職するんですよ、うん、あ、なるほど。それはエクステリア、はい、エクステリア施工の会社さんって感じ？そうです、そういう工事業者さんで下積みしてフリーになりましたね。なるほど。そのフリーになろうと思ったタイミングって何だったんですか？家で仕事がしたいとかね、もうまあ、マイペースにやりたいとか、そういう最初はそれがもう発端やったと思うけど、でも図面が必要で困っている人をたくさん見ることになったので、で気持ちを変えるきっかけとかになったので、今はそういう気持ち大事にしてますけどね。はい、お仕事の受注状況というか、どこからのお仕事が多い感じなんですかね？もともとそのおられた施工業者さんとかからですか？今は工事業者様からお仕事をいただいていて、まあ、基本的にはプランはしていただいたものを図面に起こすっていうのがまあ7割で、私はプランナーでもあるので、プランニングの依頼がまあ3割ぐらいなんでしょうかね。それぐらいの感じで、お忙しいですか？ちゃんとお休みとか取れてますか？フリーなんで、休みはもうないです。休まない人です、私は。そう、そんな感じかなとそう、でもね、遊ぶ時間もありますし、で家族と過ごす時間とかもありますし、でももうパソコン開かない時間とも日とかはないです。あ、なるほど。まあでもそれもちょっとフリーランスあるあるというか、仕事とね、そのお休みの境界線はないかもしれないですね。でもめちゃくちゃありがたいですよね、信頼していただいてるのか、まあ仕事がこうずっとこう毎日するべき仕事があるっていう状況が続いている、めちゃくちゃありがたい。もう結構いい加減な人やったんで、自分はそう、何の役にも立てないと思ってた人なんで、こうやって毎日仕事のご依頼とかがあると、ほんまに嬉しい、ありがとうございます。それはやっぱりママさんがコツコツ信頼を積み上げてきた、ね、だからこそだとは思うんですが、あ、そうかな、はい。今普段キャドッペさんとして仕事してる中で苦労されてるとことかって結構あります？苦労ね、多分してないと思うんですよね。で、なんかね、あんまりね、思い当たらなくて、でも、まあ、強いて言うと動かない生活の人なんで、体力が異様にないとか、あともパソコンと向き合う時間も長いので、肩こりとかね、肉体的なね、あのいろんな疲労が蓄積はね、されてますよね。そうですね、まあ、仕事のこの作図業務の中で困ることってあんまりなんかなくって、あのやり取りの中でこう依頼された会社さんとの食い違い、トラブルとかそういったことはないんですか？あっても間違いはするので、で言っていただいたらすぐ直すんで、で分からないこととかがあっても、もう私すぐ聞くんで、なのでそう聞くし、すごいこう本当に皆さんが優しい。そうなんです。私は本当にこうこの、あの人にこう恵まれているとこ常々思っているんですけど、優しいんで。でもそれもね、やっぱ山本さんのお人柄とか、その
ちゃんと聞く姿勢とかがあるからだと思うんですけど、そのたまに山本さん自身が同じキャドオペさんと勉強会みたいなのされてるじゃないですか。あ、一回しましたよ。一回しました。私はずっと出会いたかったんですよ。同じ、あの手を取り合って頑張る、自分が忙しい時は助けてほしいし、他の人オペレーターが忙しい時は助けたいし、そういう関係のフリーランスのキャドオペレーターの方を探してたんですよ。はい、で出会って、ちょっと私の図面の作り方こだわりがあるじゃないですか。多分それぞれそれはみんなあることやと思うんですけど、やはり自分のを依頼するときにできる限り合わせていただきたい、難しいお願いをしてることは分かってるんですけど、ここはこういう風にしてほしいとか、共有する会みたいな感じですね。自分の図面のこだわりとか工夫点とかポイントをお互い共有し合って、お互い助け合うときにそれを反映して書こう。でもすごいめっちゃいいですね、お互いの。そのいいですよ、長いですけど、それでもまだ知らない、あの、やり方とかがあったりするのを他の人たちは知っていたりするので、逆にそれを教えていただいたりとか、そういうことにもつながりますし、あのすごく良かった。でやっぱり楽しい、話が通じるから。そう、その仲間はどうやって見つけたんですか？主にやっていただいている方々は紹介なんですけど、でもそれ以外にも実はもうすでに何人か、もう 5,6 人の方と出会っていて、それはあのやっぱりリクさんのセミナーとかなんですよ。やっぱりオペレーターの方と出会いたいんやったら、リックさんのセミナーとか、なんかこうリックさんが主催するイベントが激アツかなと思いますね。そう、やっぱおあのこぞってオペレーターの方々がここそこに集結する場所かなと思うので、でも、はい、まあそれ以外でも、まあその他の各メーカーさんのセミナーとかでも、いろんな出会いがあるから、オペレーターの方と出会いたいのはリックさんやけど、でもそうじゃない、もうほんますごく幅広くいろんな人と出会えるから、私は結構そういうセミナーとかが好きで、で、できる限り足運ぶようにしてるんですけど。大事ですよね、対面でお顔を見てとか、やっぱそういうのに何回か行ってると、あ、どこどこのセミナーでお会いしたとかっていう、なんとなくの顔見知りができると話が早いのかなとは。そうですね、それで今回その認定プログラムを、ね、受けていただいたんですけど、その受けるきっかけって何だったんですかね。私もう何でも受けるって決めてるんですよ、もうそう、検定関係、検定関係のものが。で、まあ私、まあ、リンク、LINE 登録してるんで、で、なんか、ちょんって入ってきて、見てたら、自分には必要な検定だと思ったんです。オペレーターだけではなくて、提案することもありますので、そういうのを、持っていたら、それも信用につながるかなっていう。今回ね、認定のポジションがそのオペレーターを示すリクキャドオペレーター RO と、プランニングオペレーターを示す RPO と、リクキャドデザイナー、デザイナーであることを示す RD があるんですけども、どの部門の受験だったんでしょうか。RD のやつ、もう一番一番上位ポジションのいきなり受験。すいません、あのはい、RD をちょっと、調整してみました。はい、なかなかね、そのお客さんとかに営業が受けてみてくださいと言っても、なかなか、え、こんなできるかなみたいな感じで、結構皆さん躊躇されるっていう反応だったらしいんですけど、結構もう受けようみたいな感じで、はい、あの、思いました。とりあえず受けようと思いました。すごい、すごい、すごい。そのガッツが。でも、絶対にやってみた方がいい、誰でも。たまたまなのか合格できたけど、もしこれで合格できてなかったとしても、私は受けてよかったと思うことがいくつかありましたよ。なるほど、はい、なんかそのご自身の気づきになるようなことがありました。あと私の受けた RD というポジションのテストは、ね、この業界の誰でも知ってるようなすごい先生方に審査していただくんですよ。
その好評がいただけるんですよ、まず。あ、そっかそっか。なかなかないことなんですね。コンテストとかでも本当にそれなりのとこまで行かないと先生から好評っていただけなくて、そうですね。で、はい、もし受けてさえその先生がどういうとこを見てどう思われているのかっていうのが分かるのであれば、やっぱり受けることにデメリットはないと思うんです。こちらが実際に認定プログラムに提出いただいた課題という感じなんですが、そうです、はい、RD2 ポジションの課題で、課題をいただいてから作成する、はい、プランニングして、はいはいはい、作成して、はい、で設計意図とかも書いて提出するっていうテストがあるんです。これは、はい、おそらく RD だけのテストなんですけど、はい、それで作成したものですね。あのめちゃ難しかったですよ。思ってたよりも、うん、私にとってはめちゃくちゃ難しかったです。まあ、でも、うん、もうちょこちょこ進めていくっていうやり方でしかできなくて、うん、で私はこういう難しいのとかがあったら誰かに相談するけど、これは相談できないので、うん、自分で考えるしかなくてですね、で高低差のきついところに吐き出し窓があったりとか、で車を2台駐車したいっていうおせす様の要望とかもいただくんですけど、うん、課題の中にそれ辺も条件も組み込まれてるんですね。そうです、ざっくりゾーニング、まず車に台所止めようとかっていくつか作ってみた中で、あと私が特に難しいって感じるのは、普段は私は関さんにはあまり関わらないんですよ。あまりというかもうほぼ関わらないんです、うん、なの で、うん、でこの課題にも予算というものが決められていたりですね。なので、うん、予算に合わせたプランニングをする必要があるっていうことで、RD ではなくてももともと見積もりそのものを作るというようなテストもあったりするんですよ、うん、そうなんです。でそういうのがやっぱり難しかったかなって。今まで私は、まあ、2度転職したって言ったけど、うん、2回そういう中で何度か積算業務に携わらせていただいてたので何とかできたんかなっていう感じなんですけど、うん、結構まんべんなくオペレーターとしての技術もそうですし、うん、積算としての知識も必要、もうまんべんなく何でも知識がないと難しい認定プログラムなのかなと思いましたね、うんうん、なるほど、わかりました。いやでも本当にうっとうございます、うん、ありがとうございます。いやもう本格、うん、できてないと思ってたんで、うん、そういうね過去問とかもね特に出回ってるとかでもないですしね、新しい制度ですし、うん、これを一発で合格されるっていうのはすごいスキルだと思いますね、うん、本当ですか、ありがとうございます、うん、おーすごい、なんかめっちゃいい PR になりますね。うちが PR するのはね、もうこういうやっぱ資格がないキャドオペレーター、うんうん、陸キャドオペレーターって資格がなくて見える化ができてないものに対して、はい、やっぱりこうちゃんとランク付けして位置付けしてオペレーターさんの価値をどんどん向上しようっていう PR の手法では、うんうん、うちは歌ってるんですけど、ご自身ね受けられた山村さん自体がそうやっておっしゃってくれたらすごい PR に今なるなと思って、うん、あ、ですか。うん、まあでも私もほんまもうリックキャドしか使えない人なので、他のキャドとかも使ってないですし、だからもうリックさんでもう私は生活させていただいてるようなもんだね。そうなので、やっぱもっとくリックさんがすることは何でもやっとかないと。うん、ありがとうございます。いいお褒めをいただいたところです。そばえさんの耳が痛くなるような、なんかリクケドに対して思うこととか要望などあれば。あ、なんやろう、なんかあるかな、うん、ない、わかるなんか、都度聞いたりとか、都度聞いたり、あ、でもてかツインモーションを使おうと思ったら、自分で勉強っていうか、あ、自分でやり込まないといけなくて、でも、まあ、ありがたいことに今はツイモーションもう YouTube とかで検索したらいっぱい出てくるので、はい、まあ、それ見ながらちょっとずつ訓練できるのかなっていう感じなんですけど、なんか
使えるようになりたいなとか思ったりとか。なるほど、ね、なんかもうちょっとうちも講習とかをこまめにやった方がいいのかもしれないですね。確かにそれは、うん、まあでもあのスリーモーションはやっぱりあのリックキャドのものすごい武器の一つなんですよ。リックキャドの魅力の一つなんですよね。スリーモーションにダイレクトにデータを持っていけて、そのまま再現できて、そしてさらにこう高品質なパースでも動画でもこう作れるっていうのは特徴の一つに今なってるので、ぜひツイモーション挑戦していただきたい。そう、挑戦したいです。ね、つぼさん、なんかちょっといろいろいろんな話聞けてよかったですね。うん、私たちも認定プログラム、うん、受けた側のお話を聞くのは初めてだったので、そうですね。すごい勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今後もハイリックキャドをガシガシ活用していただいて、またあの、はい、ご意見などいただければと思います。はい、はい、ぜひ。ありがとうございました。はい、今日はご出演ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それではリック TV トピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。